オーバーロートは、ドイツビュルテンベルク州シュベイビッシュハル群に属す、町村。この町は、ガイルドルフに本部を置く、リムプルガーランと行政共同体に属している。オーバーロートは、軍庁所在地シュベイビッシュハルの南約2 0トルの、ロート川沿いに位置している。オーバーロートに隣接する、市町村は、北西から時計回りにマインハルと、シュベイビッシュ。 春、ローゼンガルテン、ガイルドルフ、フィヒテンベルク、ムルハルト、グロースエアラハ。オーバーロートは、リムプルガーラントで最も古い町村の一つであり、その創設は、おそらく650年頃にまで遡る。この町は、788年に初めて、リドハハとして文献に登場する。オーバーロートは、何、世紀にもわたって、多かれ少なかれ。 ロートの騎士領主の所領となっていた。領主は、はじめは、シュロスブッケルと呼ばれる城に住んだが、後には、現在も村の中心に保存されている身分にふさわしい水城で暮らした。1370年頃に、リムプルク昆虫自住家が、オーバーロートの辞書と領主権を獲得し、その後長年にわたって、裁判や村の発展に、大きな影響力を発揮した。ただし、 現在のハウゼン地区にあたる部分は、東寺コムブルク修道院が発言権を有しており、検釈自重化は関わっていない。ロート側の水車この町の歴史は常に林業によって支えられてきた。とはいえ、例えば15世紀から16世紀にかけてワイン作りが盛んになった例もあり、他の産業部門への挑戦がたびたびなされてはきた。しかし、 その成果はかんばしいものではなかった。1806年のドイツ帝国の崩壊に伴い、リムプルク白領の政治的独立も失われ、オーバーロートはビュルテンベルクの主権下に置かれることとなった。1810年頃には、オーバーロートとハウゼンに、現在の町村議会の先駆けとなる、ゲリッシュタと呼ばれる組織が姿を現した。1819年に、 ビュルテンベルク政府は、地方の存落に自治権を認め、ゲリッシュタを補う形で町村長の会期間として、地方議会が設けられた。この頃、オーバーアームとガイルドルフが設けられたが、1938年に廃止された。その後、この町は1973年の市町村再編までバックナング軍に属し、それ以降はシュベービッシュハル軍の所属となった。 1970年1月1日に、オーバーロートとハウゼンが合併した。1970年1月1日のハウゼン、アンデアロートの合併以前、オーバーロートは、領主貴族の紋章を法的に有効な町の紋章と定めていた。ハウゼン・アムロートの紋章は、鹿の角の下に、家と、並体が描かれたものであった。合併により、オーバーロートも、 ハウゼンも表現された新しい紋章が制定された。1971年10月14日に、バーデンビュルテンベルク州の内務省は、現在の紋章と、白と赤の旗の登録を認可した。図柄、左右に分割。向かって、左は、4回交代する赤と銀の横帯。向かって、右は青地に、金の獅子の頭部。その口からは、金の山形図形。 紋章の向かって、左半分は、ハウゼン地区を含むオーバーロートを収めた、貴族ロート家を示している。右半分は、1248年以降ロート家と、共に、ハウゼンの領主であった、コムブルク修道院を示す。ありがとうございます。